スタートしました。ディープキッス立ち上がり加減で最後方に遅れました。好スタートはペプチドルビーです。早い早い。まずは2馬身、3馬身リードを取って、まずはペプチドルビーが行きました。2番手、南洋ヒルトップが上がって、3番手がスパイオブラブ、ほとんど差がなく4番手、ウィンギガシャトル。その後ろ、前から5投目、インコースがシャドーデイル、ほとんど差がなくランチボックスとバクシンミノル。3、4馬身開いて、最後方4番ディープキッス。800を切って、これから各馬3コーナーのカーブに入ります。ペプチドルビーが先頭、リード1馬身に変わりました。2番手から追っていった南洋ヒルトップ、体半分差の3番手、2番手に並んでいったスパイオブラブ、残り600を通過、その後ろ4番手の外目がウィン・ギガシャトル、シャドーデイルが続いて、ほとんど差がなく6番、ランチボックス6番手、あとは後方2頭、少し遅れ加減、爆心ミノル、最後方4番、ディープキッス変わりません。400を切って先頭、ペプチドルビー、依然リード1馬身、2番手からスパイオブラブ、さらに南洋ヒルトップ、直線コースに入ってきました。南洋ヒルトップ単独2番手で追っている、外からウィン・ギガシャトルが3番手の一線から2番手前へ接近、内からシャドーデイル、この馬群の間から6番ランチボックス200を切っている、ペプチドルビー依然先頭リード2馬身、2番手4頭広がっているが、ランチボックス、ウィン・ギガシャトル、内からシャドーデイル、さあ先頭はペプチドルビー、ランチボックス、ウィン・ギガシャトル並んで5人、わずかにペプチドルビーを抑えたか。